エイジです。今日は世界史の偏差値を一気に上げる勉強方法を紹介していきます。で、これは整合問題の根拠として自分の記憶をめちゃくちゃ頼りにできる方法なので、本当に点数アップに直結する勉強方法だと思っています。で、結構あるのでとりあえず一気に紹介してから説明していきたいと思います。いきます。デン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 。いや、ちゃんとお前言えよ。あの YouTube の CM でサンドイッチマンがやってるやつの真似しました。あれめちゃくちゃ僕初見笑いました。すいません。で、まあ一つ一つ説明していきたいと思います。で、1番が名前の順です。これは結構ね、よく使いますね。例えばね、アークライトとカートライトっているじゃないですか。あの、なんか発明した人、文化史、それの、年代の順番、どっちが先だったっけってなった時に名前の順だったなと。アが一番先だから、あ、じゃあアークライトの方が先だと。年号がね、これで絶対覚えてない、年号覚えてなくても順番覚えられますよね。で、2番目、右から左っていうのは、これはね、チグリス川、ユーフラテス川っていう川があると思うんですけど、まあ、そういうとこやつの、まあ、場所とかその配置を右から左の順番で覚えるってことを僕はね徹底していたわけですね。だから、あれ、どっちがチグリス、どっちがユーフラテスだっけってなった時に、あ、チグリス、ユーフラテスの順で覚えるから、覚えてるから右がチグリスだみたいな感じで、僕はそれを正解の根拠にしていました。で、僕はそれなんで右から左かって言ったら、その当時ね、僕昔あのムーディ勝山って、今の子知らないと思うんですけど、知ってるかな。まあ、右から左へ受け流すみたいなやつがあったんですね。そういう歌が流行って、まあ、ゲーで、でそういう記憶があったし、まあ、僕右利きなんで、まあ、右からね、順番優先度が高いっていう意味で、右から左の順で僕は全部の位置を固定して覚えてました。だから、なんか語順とかふと頭の中に思い浮かぶじゃないですか。チグリス、ユーフラテス川って思い浮かぶんですよね、僕的には。ユーフラテス、チグリス川って思い浮かばなくて、で、そういう場合には思い浮かぶのが右にある、先にあるのが右にあるってことが僕の鉄則ルールだったんで、正解の根拠になってました。で、3個目、この同文字数っていうのは、例えば皇帝派っていうのはギベリンなんですね。で、強硬派っていうのはゲルフでしたっけ、ゲルフなんですね。で、その皇帝でギベリンって4文字4文字じゃないですか。で、これが僕の正解の根拠になってました。でそのゲルフっていうのは強硬で、5文字3文字なんですけども、4文字4文字の方がセットだから、あ、じゃあ残りの消去法で強硬派はゲルフだなっていうふうな消去法で選ぶことができたので、これもね、結構頻繁にね使いましたね。で、また4個目が同文字、同じ文字ってやつなんですけども、もうこれは例で挙げると、2月革命でニコライ2世が退位みたいな感じですね。2月の2とニコライ2世、まあ、ニコライの2で2世の2で全部が被ってるんで、そこでセットで覚えられるみたいな感じですね。これも結構使ったな。で、5番は、まあ、自分の連想なんですけども、連想って何かっていうと、僕的にはザミンダーリー星とライギャットワーリー星みたいなのあるじゃないですか。それのどっちが北でどっちが南っていうのが問題で結構あるんですけども、ザミンダーリーっていうのは僕は絶対北っていうのをもう絶対忘れないんですよ。なぜかっていうと、ザミンダー、寒いんだ、サミンダーみたいなね、寒いってことは北の方が多分、まあ、寒そうじゃないですか。で、その連想でザミンダー、サミンダー、あ、北、あ、じゃあこれ北なんだ。で、その消去法でライエット割りは南なんだっていう風に覚えてました。で、6番、これ語順なんですけども、これも結構使いましたね。で、こう語順のその例を挙げると、プレビザの海戦っていうのがあるじゃないですか。で、それとレパントの海戦の順番ですね、まあ、こういうやつとか例を挙げるとね、プレビザの順番なんですよ。レパントの海戦と、プレビザの海戦とレパントの海戦っていうのはプレビザの順番なんです。プレビザのプからプレビザの海戦で、レだからレパントの海戦、この順番で、プレビザが1538年で、レパントが1571年の、そういう風に年号覚えてなくても、この年号はね、ちょっと覚えた方がいいですね。結構年号がピンポイントで控えることが結構あるんで、なので、でもプレビザの順番をこうやって覚えておけば、まあ、年号覚えてなくても順番はわかると感じですね。で、7番の濁点っていうのは、これは、例を挙げると、最後の晩餐の作者はレオナルド・ダ・ヴィンチで、最後の審判の作者はミケランジェロなんですけども、その晩餐の場って、あの、濁点じゃないですか。だから濁点がつく、ダ・ヴィンチ、レオナルド・ダ・ヴィンチの方が濁点つながりで、こいつが作ったんですよ
作ったんですよって、そういうわけじゃないけどこじつけですよ。最後の審判っていうのは濁点つかないじゃないですか。あ、でミケランジェロもついてるけど、レオナルド・ダ・ヴィンチの方が3文字濁点ついてるんで、濁点度が高いんですよ。だから晩さんがダ・ヴィンチで、ミケランジェロは濁点の度が弱いんで審判なんですみたいな、自分の中のこじつけでいいんで、もうこういうので覚えていくんで全然いいんですよ。僕はこういう風にしてました。で最後の造語、8番の造語っていうのは、これちょっとあれですよ、バカげたこと言うんですけど、チンチンペロンっていう風に感じで覚えてて、これ何かっていうと、アルゼンチンの大統領でしたっけが、ペロンっていう人なんですね。で、当時多分現代史系の結構近代の方ですよね。で、なんか結構大統領がどたらこうたらっていうのは結構いろいろ出てくると思うんですけど、そこの国と、その国とその大統領のこの一致をね、チンチンペロンで、あ、アルゼンチン、あ、チンチンをペロンだからペロンだみたいな、これはちょっと一つの例なんですけども、こういう風にして、いろんなこじつけを使って覚えていくんですよ。そうすると本当にこれがね、意外と根拠になるんですよ、自分のね。で、それ全部やる必要はないんですね。ここ書いてあるように、僕はね、演習とかで分かった自分の弱いところ、ある意味知らなかったところとか、覚えにくいのなんとかして覚える方法みたいな感じで模索して、本当にバカみたいに今のチンチンペロンみたいなことを覚えにくいのだけに特化してこう覚えてたんですけども、それがね、意外とね、力になるんですね。マジで結構ね、2冊使ってるんですよ、その僕の、記憶整理ノートを2冊使ってるんですけども、こうやって、記憶整理以外にもいろいろこう書いてね、覚えたりしてるんですけどこんな位置関係とかなんか分かんなかったことバーって書いてるんですけども、こんなバカげたことがいっぱい書いてるわけですよ。でこれはこっちが1冊全部使っていて、これ2冊目もこうやってね、いろいろ書いてあるんですけど、皆さんもこうやってね、いろいろやっていくとね、知識整理されていくんで、でね、これってね、一番大事なのは自分で考えることが大事なんですよ。なぜかっていうと、当時僕も予備校通っていたんですけども、予備校の先生がこうやってプリントを配るんですね。この年号大事だから、で、こういうボールで覚えた方がいいよみたいな感じで、それプリント配るんですけども、その先生がくれたプリントはね、覚えられなかったんですよ。何が言いたいかっていうと、人からね、こう、この語呂いいよって教わったのって、あんまね、覚えられないんですよ。自分がこの語呂いいなとか、なんかこの想像でいくとすごくスムーズにいくとか、そういう自分の考えたものだと、もうほんと一生忘れないんですよ。例で挙げると、僕は、今この話をするために何回かこう読んで思い出したんですけども、ギベリンと皇帝派ギベリンっていうのはもう一生忘れないし、ザミンダーリー、サミンダー、ギタっていうのも一生忘れないんですよ。そういうレベルで自分が思ったこのなんか方法とかそういう想像っていうのは一生ものになるんで、受験に以外ではね、別に一生もつかなくていいんですけども、受験においてはそういうなんか一つ一つの正確性っていうのはすごく、選択を選ぶ上でもうすごく、もうよっしゃこれ勝ったやんみたいになるじゃないですか。すごく強い武器になるので、ぜひ皆さんも、一個一個やるの本当にめんどくさいんで、演習だけですよ。演習で分かった弱いところとかそういうところに特化してぜひ覚えてみてください。で、ちょっとねまだ作ってないんですけども、僕はこうやって覚えにくいところを結構上げて作ったんで、そういうのも PDF ファイルとかにして、 PDF ファイルか分かんないけどなんか共有できたら、そういうところにちょっと概要欄とかに貼って皆さんにもね、力になるように頑張っていきたいと思います。でね、僕世界史に関してはセンター試験、僕の時はセンター試験だったんですけども、センター試験の過去問を、40年分と、あとなんかその演習直前演習問題10年分みたいなのあるじゃないですか、なんか寸大とか書かれてるああいうのを10回分と、早稲田の世界史に関して言うと、早稲田はもう100年分以上やってるんですよ。僕一学部も 10以上やってるし、めちゃくちゃやってたんで、100年分やってる中でこうやってその世界史のめちゃくちゃ出た部分をこうやって抽出して書いてたりもするんで、なんかこれ自体結構価値のある情報なんじゃないかなと思ってたんで、ちょっとまとめる機会があれば、ぜひ今まとめる方で検討してるんですけども、またそれはおいおい説明していきたいと思います。ってな感じで、皆さんぜひ自分の、まだね、今は演習する時期じゃないと思うんですけども、今からでも一つ一つ分かりにくいものがあれば、その都度ね、ノートに書いて、自分だけのこうマイノートを作って、ね、世界史頑張っていってほしいなと思います。それでは、頑張ってください。またね。